夢に向かって世界へ IMP 中国スタジアムライブレポート IMP 初海外進出の裏側メンバー涙の告白に注目が集まる IMP がついに中国の大規模の外フェスに出演し大盛況のうちに幕を閉じたザストロベリーミュージックフェスティバルでの熱狂的な歓声に包まれ7人のアイドルたちは喜びに包まれていた 世界に向けた第一歩を踏み出した IMP の活躍を追っていきたい。熱狂の渦に包まれた中国のステージ。4月21日、中国新鮮市のヤンチェンスタジアムで開催されたザストロベリーミュージックフェスティバル。3万人を動員した大規模なオープンエアのロック音楽フェスティバルの1日目に IMP がステージに立った。 まさに世界に羽ばたく IMP にとって、この出演は大きな意味を持つ。観客たちの熱狂的な歓声が会場を包み込む中、IMP のメンバーたちは自信に満ちた表情で、高いパフォーマンス力を発揮した。既存の楽曲に加え、新曲、フローも披露。圧倒的なステージプレゼンスと迫力のある歌声に、会場は大いに湧き上がった。 ライブの空気感が最高でした。中国のファンの皆さんの声援に後押しされて、最高の状態でパフォーマンスができたと思います。と話すのは、リーダーの大黒吉野。世界に向けて輝きたいという7人の強い思いが、会場の観客にも確実に伝わっていた。海外進出への第一歩、今回の中国公演は IM、IMP。 にとって海外でのデビューステージとなった。アジアでの人気を着実に高めてきた IMP だが、この日の出演が、世界への飛躍につながる重要なターニングポイントとなるだろう。今回の経験は私たちにとって、とてもプラスになりました、と話すのは、リーダーの大黒吉野。言語や文化の違いを乗り越えて、ファンの方々と交流できたことが何よりも嬉しかったです。 これからも世界中の人々に向けて IMP の魅力を発信していきたいと思います。これまで IMP は日本国内での活動に集中してきた。2021年のデビューから急速に人気を博し、2022年にはアリーナツアーを成功させるなど着実に実績を重ねてきた。そして今回大規模な中国フェスへの出演を果たし、 その輪を世界へと広げていくことになった。まさに夢を実現に導く第一歩と言えるだろう。IMP の7人が今後どのように世界に羽ばたいていくのか大いに期待が高まる。お客さんの反応も熱狂的 IMP の中国公演に寄せられた反響は熱狂的だった。最高の歌声と迫力のあるパフォーマンスに会場全体が熱狂しました。 IMP の魅力がたくさんの人に伝わったと思います。ステージを降りた後もメンバーたちが最後まで手を振ってくれて嬉しかった。彼女たちの真摯な姿勢に感動しました。言語の壁を感じさせない温かい雰囲気。IMP のファンになりたくなりました。日本のアイドルグループとして世界に羽ばたいていく姿勢が素晴らしい。これからの活躍が楽しみです。 中国のファンからは IMP の熱演と悪なき向上心を高く評価する声が相次いだ。日本の枠を超え世界にその名を知らしめようとする7人の情熱が観客たちの心に強く響いたようだ。ジャパンジャムへの期待も高まるこの中国公演を経て IMP の次なる目標は5月の国内最大級のロックフェス。 ジャパンジャム2024への出演だ。ジャパンジャムでの活躍にも注目、次はジャパンジャムでお会いできるのを楽しみにしています。とのメッセージからもわかるように、IMP にとって次なる目標は日本の代表的音楽フェス、ジャパンジャムへの出演だ。メンバーの成長と国内外での人気上昇を考えれば、 ジャパンジャムでの活躍が期待されるのは言うまでもない。ファンからも、ジャパンジャムを楽しみにしています。といったコメントが寄せられており、IMP の躍進を心待ちにしている様子がうかがえる。デビューから3年目を迎え、その間着実に実力をつけてきた IMP。海外での評価も高く、さらなる飛躍が見込まれる。ジャパンジャムでは、 これまで培ってきた経験を存分に発揮し、日本のみならず世界からも注目される存在になることだろう。彼女たちの輝かしい未来が、ますます楽しみになってくる。昨年大盛況だった同フェスでの初出演が決まっている IMP。さらに飛躍する覚悟を感じさせる彼女たちの姿に、ファンの期待も高まっている。中国での経験を経て、 さらに磨きがかかった IMP の姿を見られるのを楽しみにしています。日本のフェスでも世界に向けた強いメッセージを発信してほしい新しい楽曲など様々な盛りだくさんのパフォーマンスを期待しています。中国での成功を経て IMP の字なる挑戦に期待が高まっている。国内外問わず IMP の活躍に注目が集まっている。 ますます加速する IMP の奮闘 IMP は、まだまだ止まることなく前進し続けている。デビューからわずか2年足らずで、このように世界規模のステージに立つことができた背景には、メンバー全員の強い意志と努力の賜物がある。ステージに立った時の7人の表情が本当に印象的でした。夢に向かって進み続ける情熱が感じられました、とファンは話す。 彼女たちの悪なき探求心と向上心は折り紙付きだ。これからも注目すべきアーティストとして目が離せない。IMP の新たな挑戦はまだ始まったばかりだ。今後、彼女たちがどのように世界に羽ばたいていくのか、今後の動向に期待が高まる。中国の大規模や外音楽フェスティバル、ストロベリーミュージックフェスティバルに出演した IMP。 初の海外公演という新たなチャレンジに、メンバーたちは期待と不安を胸に臨んだ。言語の壁、文化の違い、ステージ設備の慣れないなど、様々な困難が待ち受けていたはずだ。しかし、会場を沸かせた熱狂的な歓声と拍手、そして演奏後の満面の笑顔からは、前例のない経験を最大限に楽しみ、自身のパフォーマンスを存分に発揮できたことが伺える。 まずは、この日のステージの様子から見ていきたい。華やかなライブ演出と、観客を熱狂させた迫力のあるライブパフォーマンス。ファンからの大きな反響も、IMP の実力と魅力を如実に物語っていた。公式 SNS には、ライブの様子を収めた動画や写真が続々アップロードされ、最高の笑顔、すごい歓声、といった感動的な声が寄せられている。 楽しかったというメンバーの率直な言葉からは、新たな挑戦への喜びと充実感が感じ取れる。初の海外公演という大舞台で、彼女たちはどのような気持ちで臨み、どのようなことを学んだのだろうか。実は IMP にとって、この日のステージはまさに夢の実現の場所だったのかもしれない。デビュー前から抱いていた世界に羽ばたきたいという思いを、 ついに具体的な形にすることができた喜びは計り知れない。初海外公演という経験を経て、今後 IMP がさらなる高みを目指していくことは間違いない。